パーン！うわー！すぎて死にそう。なんか目やむ。戻ってきました。なんか母国に戻ってきたみたいな気持ちなんだ。うん、全然旅行客か。うまいんかい、今の酸っぱいの顔やんけ。来た。これ。OK。ここだって。ここ。ラブにまみれてる。ホテルエアストリームに着きました。でかドア、でかえ、ドアでか、開けれる？ハグリッドでも止まってんかチェックインします。ほんまや、ダウンロール、勝手に外出ようとしてる。え、うわ、すごい、めっちゃ広いんじゃん、これ見えへんけど、あんまり。あ、すごい。え、あれとか全部キャンピングカーやもんな。そうやろな、あの辺。うわ、マジ私が運転してきます。すごい。うわ、え、初めてキャンピングカー入れ。え、これちょっと待って、光。あ、すごい。え、すげえ。うわ、かわいい。え、めっちゃいいやん。え、初めて泊まんねんけど、こういうの。すごい、すごい。楽しいね。たっちゃん、うわ、ボサボサ男、ボサボサ男だ。おい、飛んだよ。え、これやばい。うわ、うわ、これ星見えるやつだ。ラストナイトなのでシャンパン入ります。今日はちょっとこれ飲んで思い出語ろうぜ。うわー、でかっ。いい音。もう風呂も入ったからね、リコ。え、風呂入った、腹服飲んで寝るだけえ、めっちゃうまそうやん。めっちゃ美味しそう。完璧。ミディアムレアや。え、いける？めっちゃいい感じです。めっちゃ。いいわ。パーティー。え、ちょっと食べよう。食べないうちに。いただきまーす。いただきまーす。うん、まっ。最強。うん。もう。最高。動き加減も最高よ。2、せーの。ハボー！クロアチア。なんて言った今。ワールドカップ。はい。1位の国は。はい。一斉のでメキシコ。アルゼンチン。メキシコって。いやでもありえるよ。ありえるけどツアーが楽しかっただけやろ。やばい、落ちそう。うん。うん、甘。
この世で一番甘い。どうも、ハナキンカップルです。閉まってる。ツアー最終日ですね。帰りたくない Vlog が始まろうとしております。数日前からリコもう帰りたくない Vlog。 昨日もシンさんと夜中まで飲んで語って、ましたね。まあ今日はツアー最終日で、まあ、ラスベガスもツアー帰ったあと1日とかなんで、うわきつ、それ一番きつ。最終日も楽しんでいこうや。楽しんでいきましょう。うわ、こんなとこに私たちは泊まっておりました。イエーイ。今日もいい天気です。帰りたくない。帰りたくないね。みんなすぐリコおらんくなる。おらんくなった。え、マジ小人やん。小人が頑張ってなんか働いてるみたい。1964年にこの町ができたんだけど、結構長いですね。これを運んできたってやばいな。ご飯待ってる間にやります。やりましょう。あれ、え、ジンさん 20X 出た。お、どこに。お、やばい、やばい、下出た金額の20倍。え、じゃ一旦置いとこう。5ヶ月後、これは金額まだ決まってない。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、祈って、祈って。ここに、ここに、10ドル当たった、やった。頼むぞ。2ドル。え、でも40ドル。え、すげーよ。イエーイ、イエーイ。なんか終わりって感じするな、この歩いてんの。ありがとうな。ロンドンも行こうな。行きたい、ずっと行こうな。 I found that photo in the show. 俺らもなろうぜ。俺が絶対我慢して終わるまで。絶対やり返してくれ。あ、来た、霧が。絶対俺どうやったこと。めっちゃ笑って。しんみりさせてくれよ。Thank you, アリゾナ。To somewhere, do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your head back. Now we got our own future, our own stretch of road. The way you dress up on a warm night still gives me the shivers. I will confess you to the starlight. Hey, 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 hey.帰ってきました。
乾杯しよう、とりあえず乾杯しよう。一応、もう一日、泊まるんですけど、寝るのが朝とかなんで、そうやね、ほぼ最後の夜なんです。ほぼ最後、残り一日ラスベガス全力で楽しみましょうということで、はい、乾杯。今日ね、この動画一応エンディングやと思って撮ってるんですけど、はい、ラスベガス編の、ほんまに今回の旅、今までの動画で一番何も考えずに撮ったというか、ほんまに自分たちの目線をただ映してるだけ、そんな動画のラストのエンディング、はい、感想、昨日から気になったというか、一番良かったとこどこやったって質問答えてないよ。え、ツアー？いや、ぜ、あ、全部は全部はもう、もう全部は一緒やね。一緒やけど、ツアーにしようやから。リコから言うか、私は楽しい部門と感動部門があって、感動部門はモニュメントバレーの朝日。朝日ね、何やろな、この旅って、この旅というか今年本当に私たちの中でいろんなことがあって、私がね、もう本当に愛してやまなかった愛犬ブラウンがおるんですけど、その子が亡くなったりしたんですね、今年で。この旅行もブラウンがだんだん弱ってきて、行けるかどうかも分からへんって感じであって、けど、まあ、そのタイミングでブラウンが、僕たちちゃんとラスベガス行っておいでみたいな感じで後押ししてくれた旅行、もうここではちょっと話しきれないんですけど、特別な旅行やったんですね、私にとって。そのブランが生まれてからずっとつけてたネックレスを一緒に持ってきて、いろんな場所をブランに見せてあげて、ブランも見ているから全力で、ほんまにほんまに人生で一番辛かったんですけど、まあ、楽しもうって思って一緒にね、モニュメントバレーの朝日見て涙出そう。そう、一緒に見て、ブランと達也と、じゃあブラン見てるよ、素晴らしい、もうほんま綺麗くて、なんかこの景色ブランが見せてくれてるなって思って、日本に多分いたら私頭もおかしくなってたくらい、その日が私人生で一番経験したくない日って思ってたから、ブランと一緒にこうやってラスベガス旅行を連れて、こんな綺麗な朝日をブランが見せてくれて、一緒に見れて、ほんま幸せやってる、あの瞬間。だからあの朝日がリコのなんか人生の中で忘れられへん日、光景景色やったから一番。なあの瞬間は俺もう全部が繋がってんねやって思った。全ての出来事、何回もリコと話してたよ、これは全て、まあ、ブランが用意してくれたり、全てがこ う, うまく重なってこの結果になった。でその中でもその朝日、リコが涙した時、もうその瞬間っていうのは俺もう一生あの光景忘れへん、それぐらい素晴らしい時間やった。あそこ一生一生でも表現できないような経験、景色、もう全て、空気も匂いも全て忘れへんなって思う瞬間でした。それが俺もほんまに大好きやって、ブランのことが、リコのおかげでブランと仲良くなれて、そんなのも行けて、で、まあ亡くなってから俺なりにいろいろ考えてさ、いっぱい喋ったりしとって、ブランと、それが結構なあの瞬間通じ合えてる。でも分かる、一緒に来てるブランと思って、俺すげえことが起きてるっていうのは思ったな、その時、あの瞬間が俺の一番です。一緒やね。一緒。でもやっぱりなんかそういう感動とかって、そうやったらもうずっと長いし、で全部のそのブランのこととかも全てを一緒に見てきてくれたから、ありがとう。だからまあ一緒なんかもな、そういう感動するタイミングとか。だからブランが立ち直らしてって、リコ、私ほんもうこの話はでももう動画とかではあんまり長くはしんどこって思ってるから、う、もうとにかくブランに感謝、あとはこうやって出会えたセイさんとか山田観光の皆さんのおかげで、本当に素晴らしい経験ができて、
奇跡、出会えたことも奇跡やし、もう胸がいっぱいって感じ、うん、思い出振り返られへんくらい、なんか思い出振り返ってたらもう意味あらかずなって号泣してないそう普通に軽く始めたけど、ほんまに自分たちにとってなんかもうかけがえのない旅行やったから素晴らしかったね。素晴らしいよ。これでまあラスベガスは一旦終わるけどさ、リコとこれからもいろんなとこ行きたいなと思えるめちゃくちゃいいきっかけになる旅行になったね。どうリコ、ほんまに達也を、まあ、日々愛してるけど達也のことはほんまにかけがえのない存在やなって思えた旅行でもあった。もう全て掃除してやっぱりかっこいいなって思った。リコの王子様は達也なんやって思った旅行でした。いろいろやってからね。まあ、俺はずっとまあ思ってたことやけど、改めて俺も、まあ、リコは俺のお姫様だし。お姫様やめて。リコお姫様やめて。なんでやねん。プリンセス。プリンセス。そう、うん、俺にとってのもう唯一無二のプリンセスやし、それは、まあ、これからもずっと変わらへんねんけど、このツアーを通してハーザン女版みたいな、なんかもうほんま自然大好き、自然にまみれたディズニーの自然系の主人公の女の子みたいな感じ。ほんまに心の底から自然と動物を愛してやまない。壁越しの犬、足だけが見えてる犬にも、もうこんなんしながらずっとしゃべって、なんかもうそういうところとか見て、なんかこんな素直でなんか素朴で心があったかい人がなんか俺の愛する人としてそばにいてくれて、マジで俺は幸せやなってこのツアー通して思った。でもこうほんまに全力でリコが楽しくなれるのは達也がいてくれるそばで見守ってくれてるから、なんか全力で遊べて、動物も全力で愛せて、いつでも全力で生きれてるから、それは感謝だなって、この旅ででもほんまに思った。それはなんかまた絆深まったよな、多分この旅深まった。リコがあれだけ純粋に楽しむことで人の心を動かして、ガイドさんとかもそうやけど、みんなそうやって言ってくれとったやん、リコがこんだけ楽しんでくれてるのガイドさん初めてやみたいな、そんなん言っていろんなとこ連れてくれたりとか、ほんでリコがほんまにその楽しみを全力でアピールするのがイルカに届いてさ、絶対見られへんってなってたイルカが何匹も現れて、嬉しかった。ほんで現れただけじゃなくて、最後驚かってた時に全員が横をこう、リコの横を、そう、ありがとうみたいな感じで一緒に泳いでくれてるな。泳いだ時に、あ、こいつはほんまにすごいことを巻き起こせる人間なんやっていうのは俺は改めて思った。素晴らしいリコの部分であるから、そこはもうほんまに俺が、そう、守りたいし愛していきたい部分だと思いましたね。もう一個思うのは、まあ、その自然とか動物もそうだけど、もう愛に溢れ返った人間こんな愛に溢れた人間は俺は見たことないかもしれない。ほんまにリコは俺への愛ももちろんやけど、全部に対して愛っていうのを降り注げる、俺にはない部分、それってほんまに俺はやっぱりリコってなっちゃうから、そこはマジでなくしてほしくない部分やなと思う。リコは絶対なくならへんねんけど、たっちゃんはとにかくファッション、ファッション裏写真でも言われてたけど、ちんさんとかさ、カズさんにも言われてたけど、この子とおったら大丈夫やわって言ってくれんねん、みんな。だから達也とおったら大丈夫ってリコもほんまに普段から思ってたけど、より思ったな、この旅行で。この旅行で何がわかんねんってほんまに思うかもしれへんねんけど、なんか世界は広いし、もっと自分の好きを愛して、自分の大切な人を愛して楽しく人生送っていいんやって、ほんまにいい旅行やったなって本当にもう何回も言うけど、いや軽く話すつもりやったのに、お時間話せるよまだ俺は。なリコも、もう今日からで、ね、私たち寝ないつもりなんですけど、最高の締めくくりをね、まあ2人でしていこう。2人でもいろいろあったけどまたこれはみんなに話そう。そうやな、ほんまに、ほんまに次の動画か、そう、次の動画でまた出すかも。でも正直わからんやな、全然わからん。そう、もともと出す予定じゃなく、なんか撮ってた動画があるんですけど、それがでも思ったよりなんかみんないろいろ協力してくれたり、しんさんとかがして、なんか素敵な動画になったから、 なりそう、うん、だから一回編集してみて決めます。そうしましょう。いやマジで
しんさん、かずさん、みえさんも、ネバダ観光サービスの皆さん、ネバカン、ネバカン、全部が素晴らしい、かけがえらない経験ができたけど、何が一番俺らにとって重要やったかって、そのネバダ観光の人たちと出会えたことやと思う。ほんまにそう、まあ、この日本じゃない、まあ、異国の地で家族のような存在、ほんまにもうしんさんとかさ、6泊7日も一緒にいたからさ、もう家族やねんな、お兄ちゃんみたいな、ほんまに楽しかった。ほんまに今から直接会ってお礼を伝えに行くけど、ここでももう一回伝えさせてください。本当にありがとうございました。ありがとうございました。そしてまた絶対行きます、すぐ。いやもうもう来るってなると思うで、ね、はいはいはい、もう審査やからこんだけ楽しかったし、やそうやね、ネバダ観光のツアーやったからこんだけ自分たちも素晴らしい経験ができて、素敵な気持ち、大切すぎる思い出ができました。一緒にいろいろ経験させてくれて、ほんま期間じゃないなと思った。思った。なんかいろんな経験とか価値観を変えるのに、なんか長い期間があるから変わるとかじゃなくて、別に短かろうが、その中の濃さ、その中の自分のそう経験で変えれるんやなって思った。ほんまにたっちゃんとこんな経験ができてることすらも奇跡やん。いや、それが一番奇跡。そう、関係性って、うん、こんなことになってることがさ、昔のリコたちに言ったらさ、ひっくり返るやんか。まあ、日本帰って、いつもの自分たちの生活に戻っても、大切なものを大切にして、楽しい時は全力で楽しむっていうのをやっていきたいなって。そうやね、絶対やっていこう。とにかく、人生楽しもうぜってことを学んだリポでした。マジで楽しんでいこう、これからめっちゃ楽しいぞ、これから人生、人生って楽しいわほんまに、もうほんまに好きな人がそうやって思って生きてくれてるだけでもう十分、お腹いっぱいここまでね、本当に何本になってるか分からへんけど、ラスベガス編、はい、見てくれてみんなも本当にありがとうございました。マジでありがとうほんまにこれからもね、うん、まあ僕たち、うん、ハラキンカップルを皆さんよろしくお願いします。お願いします。ラスベガス最高最高ありがとうございました。泣いてるやん、なんで泣いてんの号泣大号泣やん。Wasn't trying to get my numbers up. You know, I keep it cool. I prefer to stay in the cut. Don't want no attention on me when I'm trying to shake the blues up off me. But then I saw your face. It caused my heart to race. Girl, you're looking like a million bucks. Something about the way you strut your stuff. Oh, girl, you're fine as you wanna. What I'm supposed to do. Something told me got no time to lose. Go ahead and bust a move. Funny thing about love, when it comes and goes, you're never alone. So you gotta keep your heart exposed, and you can be sure there's no cause, no cure. And if it wants you, oh, it'll come and find you. Boss, yeah. Fall back a little. Don't wanna lead you on. Don't wanna push a feeling and make the feeling gone. You see, I got your number, but still I ain't used the phone. No, I let it breathe for a minute, baby. Next thing I know.